米子工業高等専門学校は、鳥取県米子市に所在する国立高等専門学校。略称は米子高専。一般科目を教える教員は、教養教育科にところ属する。学生はこれに所属しない。コース1年生2年生前期では、専門基礎共通教育を行い、2年生後期より、以下専門コースに分かれる。専門入り口側から見て、右側に、 講義棟、奥の方に、ものづくりセンターや、体育館や、陸上競技場、左側に、白社会館、学生寮などが置かれている。現在は、老朽化した、学生寮の耐震補強工事、専攻家棟の新調工事が進められている。2017年2月25日、山陰名物のちくわをアピールしようと、米子高専の学生たちにより、 世界で最も長いちくわを作成する挑戦が行われた。6時間の作業の末、40.3メートルのちくわが完成。ギネス世界記録として承認された。2018年11月11日、前回のちくわに続き、ギネス記録樹立プロジェクトとして、世界一長い霧担保を作成するチャレンジが行われた。チャレンジは、 秋田高専と米子高専の学生たちによって合同で行われた。作業の末、5.12メートルの切り担保が完成し、ギネス世界記録に認定された。2019年5月19日、ギネス記録樹立プロジェクト第3弾として、鳥取の大仙鳥を使った最も長いつくね串を作成するチャレンジが行われた。作業の末、20.69メートルのつくねが完成。 ギネス世界記録に認定され、本校で、計3つ目のギネス記録となった。進学先、就職先また、過去には、不加科目の救済措置はいろいろと存在したが、現在は、JBEE 認定を目指すにあたり、追試及び課題提出のみになっている。ありがとうございます。